はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、最近お話している、スマホの相談員のことについてちょっとお話ししようかと思います。今日細かいところを詰めるんですけども、皆さんに発表したいのは、総務省がね、このまあいろいろとこれ細かくて見えないと思いますけども、総務省がとにかくスマホの電気料金引き下げじゃないや、スマホの料金引き下げを相談してくださるスマホの相談員さん、そしてそのまんまスマホの相談員さんが各ね携帯電話の会社に取り付けるような、まあ、そんな制度をまとめようとしてですね、国家資格を作ろうとしてるんですよ。で、国家資格ってのは、はい、資格ができましたよって言ってなんとかするっていうんじゃなくて、もうすでに民間で生まれている事業者さんに対して国家資格認定をする可能性が非常に高いんですよ。で、今回お話したいのは何が言いたいかっていうと、まあ私はね、スマホに対してものすごく知識がありますし、それから多くの、はい、デジカメ録画なんでバッテリーがね、よく切れるんですよね。なんかバッテリー10分ぐらいしか持たないんじゃないかなと思うんですけどね。表示上は1時間持つようになってるんですけども。はい。で、スマホマイスターっていうね、検定が今あるんですよ。で、これはスマホマイスターのこの認定校っていうね、学校とされてるところに、検定を受けに行って取るんですけども、これはね、実技と講習3時間でもうその日のうちに修了証が発行されます。民間資格なんで難易度はそんなに高くないです。で、一定のレベルで例えばSIM ロック解除ができたりね、料金の診断ができるようになったりとか、まあいろいろメリットはあるんですよ。スマホの知識を身につけることによって。いろんな目利きができるようになるんですよね。で、多くの方はスマホの料金どこがいいのか分かんないから、ショップに行って言われる前に契約してると思いますけども、そこが搾取の源泉になってるんで、メスを入れるっていうのが、総務省時代からの菅総理のお考えなんですよね。で、そこに私たちは乗っかる形で、じゃあ、私たちはすでに全国各地にね、スマホの相談員を設置してます。そして実動してます。スマホの料金を落とすことによって、多くの方に喜んでいただいて、プラス、スマホによって収益を得る形まで提案してるわけですよ。実際私、毎月6万円ぐらいいただいてますからね。スマホの収益を。スマホの収益ですよ。すごいですよ。スマホを使って収入になってるんですよ。うん。で、スマホマイスター検定っていうのがね、ありますけども、この話これから詰めていくんですけども、これをですね、これ冊子もあります。これを国家資格にしようじゃないかという形で私たちやってます。今、全国で一大勢力です。人数も多いです。多分、全国一番の組織になってると思います。というところなんで、スマホが国家資格になるとして、で、その国家資格になるとしてね、どこが指定されるかっていうと、私たちが指定される可能性が高いと思ってるんですよ。で、もちろん、これ私たちが思ってるだけなんで、総務省は、おめえらになんかやらねえよってなるかもしれないですよ。だから一つの賭けですよ。で、これに対して、まだまだスマホの相談員になれる方、います。国家資格にもしなっちゃったら、もう難しいです。ですから今のうちに、このスマホの資格、取っておきませんか？これ利権ですよ、もう完全に。私たちは、国家資格の先行者になれるわけなんですよ、そうなったらね。もちろんならない場合もありますからね。お前そう言ったじゃねえかってつつく方がね、やっぱいるんでね、繰り返し言っておきますけども、私たちは、自分たちがやってる活動が、国家資格になる可能性が高いと思って、それをさらに高めるためにこの活動をしています。で、あなたもそこに入ると、どんなメリットがあるかっていうと、その分だけまたね、国家資格になる可能性が高くなるんですよ。規模が大きくなるから。人数が大きくなるから。で、プラス、参加したあなたはいつの間にか国家資格を持ってる人として、しかも、スマホの料金なんて分かりにくいでしょ。その相談員になって、いろんな方のお役に立てる収入にもなるってことなんですよ。どうですか？いきなり国家資格のホルダーになったら。いいでしょ？ファイナンシャルプランナーさんとか、弁護士さんとか、国家資格いろいろありますけども、その一つとして私たちは、国家資格持ってますよってことで、多くの方に信頼されながら、国の代理機関として動くことができるってことなんですよ。あとはね、収入がどうなるかは活動次第ですけども、やっぱりね、私たちみたいなこの組織もありますんで、十分なバックアップ体制を取りながら、活動することができるってことだと思うんですけどね。ということで、今日夜打ち合わせがありますんで、それをね、しっかりと詰めた上で、また明日とかね、明後日とかね、この話題ずっと通していこうと思いますんで、次回の情報をお楽しみにされてください。それでは国家資格持っていきましょう。いってらっしゃい。